ハボック級駆逐艦は、イギリス海軍の水雷艇駆逐艦で、1893年に、ヤーローカンパニーでハボック及びホーネットの2隻が建造された。同時期に、ソーニクロフトに、デアリング級駆逐艦2隻が発注されていたが、発注こそ5日遅れだったものの浸水は、デアリング級に先んじ、イギリス海軍初の水雷艇駆逐艦となった。 1866年にロバート・ホワイト・ヘッドとオーストリア海軍のジョバンニ・ニルッピスが発明した魚雷は小型の高速水雷艇との組み合わせで戦艦にすら脅威を与えるものとなった。高速で周囲を有力しつつ魚雷を発射する水雷艇は戦艦乗組員の注意力を乱して敵主力艦につけ込まれる隙を与える原因となりかねなかったからである。その後、 1891年の地理内戦で水雷艇に絶大な効果があることが明らかとなった。水雷艇に対する防衛策は明らかで、艦隊に随反させた小型艦艇で敵水雷艇の攻撃を防ぐことができると考えられた。このため、欧州各国では敵水雷艇を捕捉し、狩り出し、撃滅するための艦の開発が進められ、イギリス海軍では 水雷砲艦が建造された。しかし、こういった初期の対水雷艇艦には、そもそも防衛すべき、主力艦に随伴できるだけの航続距離も速度もない、ことが問題であった。これを受けて、1892年に、第3海軍橋であったジョン・フィッシャー海軍少将が、水雷艇に対抗するため、当時最新の水管ボイラーと、小口計測車砲を備えた、 新型艦の開発を命じたことで建造されたのが本級である。イギリス海軍本部は3社に使用を提示して、各2隻ずつ、計6隻を発注した。ホーネットの模型、ハボックは従来型のキセルボイラーを搭載し、煙突は2本でその間隔も狭かった。一方、ホーネットは水管ボイラー8巻を搭載し、煙突は4本でその間隔は広く空いていた。それ以外は、 ほとんど同じであった。この6隻はいずれも初期のイギリス海軍駆逐艦を特徴づける丸く盛り上がった戦首楼を有していた。6隻とも1912年末までに退役して処分されたため、1913年に実施された駆逐艦の類別変更の対象にはならなかった。ハボックは1893年8月12日に浸水し、 同年10月28日の会場公務では戦艦に追いつけるほどの有速を発揮した。しかし、それと同時に自分が発射した魚雷を追い抜いてしまうため、選手魚雷発射艦は役に立たないことも判明した。また、艦首が波に突っ込む傾向があり、選手楼は水浸しとなった。このため、本級以降の駆逐艦にタートルバックが採用されることはなかった。 海上講味の結果、ハボックは良好、ホーネットは良好だが、やや習熟を要すると判定されたが、ホーネットはハボックより石炭をかなり多く消費していたことも明らかになった。その後、ヤーローではハボック級に続いてアルゼンチン海軍向けにコリエンテス級駆逐艦4隻が建造された。ホーネットが1909年に短期間だけ地中海に、 進出した以外は、本国周辺海域で任務に就いた。ハボックは1899年から1900年にかけて、キセルボイラーから水管ボイラーへの換装が行われ、より標準的な三本煙突の外観となった。ハボックとホーネットは、それぞれ1912年と1909年に退役し、第一次世界大戦を迎えることはなかった。一方、 アルゼンチン海軍に納入されたコリエンテス級は1897年に沈没したサンタフェを除く3隻が1930年まで現役で活躍した。ありがとうございます。